珍しく停車せずに快速みたいに走ってった。いや、全員あの全列車通過のはずなんですけども、ね、あ、でもこ、あ、いや、ここはあるな、うん、よく止まりましたね。あ、でもまあまずは近鉄の駅まで行ってみましょうか。 JR から近鉄は近いよ。ちょっとね、リアルに歩いたことないんだけど、ここは自転車さんとかって、もうその踏切が近鉄ですもんね。そう、めちゃくちゃ近い。今の細い道行ったらもう直接入れるのかな。嘘だ、こっちの方が安かったか。あ、24時間400円がこっちの方が安いんだ。24時間で400円だったらいいな。ここまで、休みまで出といてっていうのも手かもしれやんな。うん、で、やとみ駅、あ、懐かしい。一時期よく来てたんですよね、やとみ。もう4日中の巡業が来ましたね。そう、多分あれですよね、名鉄だったらこういうのを多分富吉蟹江あたりから全て変更とかしちゃうんでしょうね、うん。で、大体あの四日市行きの電車がそのまんま津島町行きの普通電車になったり、石塚行きの普通電車になったりするんですけどね、うん。でもう近鉄だ。ここはほんと近い。駅間散歩っていうほどの距離でもないですからね。で、ここはバイクコインパーキングなんてあんの。へえ、これ珍しいね。あの、自転車じゃなくてオートバイクなんだ。300円ね。これ便利ですね。意外とないですからね、バイク。これね、これ言い方あれです。ちょっとローカルなところでこういうのがあるのがありがたいですね。で、ここはね、前払いで1日1回500円。こんな駐車場もあるのに。どうやって使うの？予約するパターンなの？へぇー。まあ、あ、そうか、駅前だとそこだともう600円とかになってるからな。まあ、でもさっきのところ400円のとかもありますからね。ちなみに弥富はどっちかというとメインなのはこの近鉄を越えた向こう側ですよね。あの、山中とか吉津屋とかがあったりしますからね。で、1号線沿いに、マックとかもありますからね。さあ、で、まあ、せっかくなんでって、なんかこれだけだとねちょっとあれなんで、五野山まで歩いてみましょうか。一つ隣に五野山駅っていうところがありますからね、そこまで歩いてそのまま乗ってまた帰っていこうと思います。ちょっと距離ありますけどね、まあいいかっていうぐらいの距離ですからね、うん。そう、でも、そのん五野山がねの一つ手前が、さやかで、その前が、日比野か、日比野ですよね。これ読めなかったですね。これウグイウラだ、ウグイウラだったような、うん、らしいですね。これはもう漢字がもう、あ、絶対的に読めないパターンですよね。と思って、うん、漢字変換の仕様がなかったですもんね。ですから魚編にリッチ入れて調べた、うぐいって出てきて、嘘って、なんて、すごく。どっちから行ったらいいんだ、これ。これ JR だから、こっち方向だとダメなんだよな。多分こっち行った方がいいな。結構この辺りでもあるんだ。
1日400円。へえ、便利やね。あ、そうそう、これね、これでウグイウラ、これは地元じゃないと読めんな。まあまあ探せばね、いろいろとありますからね、そういうの地名ってのは。ウグイってなんだろう、やっぱりあの金魚とか有名ですからね、そっちの方の感じなのかな。もうちょっと、海側の方に行った方がいいのか。金魚の養殖場がわーっとありますもんね。うん、あのお祭りの屋台で使われてる金魚ってもうなんか結構ほぼほぼここから出荷されてるんですよね。うん、あの高級金魚みたいなのもよく育ってますけど。居酒屋が回ってますな。車との出くわしタイミングが毎回微妙ですな。さあ、そうそう、でね、今から五条さんに向かってますけどね、まあ特にそんな何もないと思うんだけどな。ちなみに鞘はあれですよね、あの鞘街道っていう街道がね結構有名になるのかな。あのいわゆる七時の私を通る昔のね東海道の迂回路みたいな感じで、街道が作られとって、まあ、こっちの方まで来たらね川の幅がね、狭くなるから、そっから、私の宿も出とってそっちの方のが、まあ、安定していける、うん、そんな長い距離ね、あの、船に揺られずにも行けるしっていうので、うん、結構人気のルートやったみたいですね、お伊勢さんとか、東海道抜けるのにね。住宅街だもんな。あ、でもなんか古い蔵あるんだな。あってんだろうな、こっちで。相変わらず地図を見ずに来てますけど。でも偉い。多分街道沿いに近いんだろうな、この辺り。まあ、まだまだ産井浦町ってなってるから、まだバリバリ宿見ですからね。結構宿見はね、細い道多いですからね。そこは気をつけないといけませんね。でも立派な蔵ですね。すごいな。これ一般のお宅なのか。すごいな。あっちに西終わり中央道が見えるよな。しかしウグイウラ城ってでかいんだな。この辺も全部ウグイウラなんだ。弥生小学校だから、わからん、全然地元じゃないからわかりません。それこそ小学校にいそうですよね。五野さんっていうとなんかすごく多分日本一小学校のクラスの学校のクラスの名前っぽい駅名第一位に絶対輝くでしょう。五野さんですからね、うん、特にひねと読み方もしてませんからね、ですから、で、さやってね、
結構人の名前でもいそうな名前だし、漢字はね、さすがにあの鞘で、名前にする方は少なそうですけど、で、ね、日比野さんって普通にね、まあまあいる名字ですから、5年3組の日比野鞘さんってね、普通にいそうだよね、そういう小学生の子が。とかそんな話をするぐらいしかやることねえぞこれ。え、これ最後に持ってくるのかってことは、しまったな、いや間で挟むか。さすがにこれだけで単独にやする勇気はないぞ俺。住宅街だもんね完全に。まだやっとミスが去ってます。あれ、五野さんはどっちなんだ？愛妻師、愛妻師だよな。道が細いからね、気をつけて歩かんときませんし。いや、待てよ。これ、思ったより東向いてるな。今3時3時でこの方向に影があるってことは、相当これ真東向いちゃってるな。東向きだね、まずいね。あ、東向きでもないか。あ、でもあれなんだ、駅の方角で言うと北西の位置にあるはずなんで、東向きになっとったらダメなんだ。結構じゃあダメな方向に歩いてるなこれ。はあ、こういうわけのわからないところを歩くことには定義がありますね。あそこは弥富高校だよな。あ、ダメだ、じゃあ結構近鉄沿線に沿っちゃってるな。あの先に見えてるの多分 JR だ、あれ関西方線だ、ダメだ。